オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日水曜日のテーマは日本のしきたり、日本の年中行事や祭祀をご紹介いたします。本日のテーマはもみじ狩りです。もみじは古くから日本の秋の象徴でした。日本で最初の歌集である万葉集の第一巻に、名高いぬかたの御君が春と秋を比較した歌を詠んでいます。それは天皇が春山の万の花の匂いと秋山の千の葉の彩りとを比較させた時の歌で、これに応えてぬかたの御君は、秋山の木の葉を見てはもみじおば取りてぞ忍ぶ、青木おば起きてぞ嘆くと歌で答えました。秋はもみじがあるゆえに春の花にも勝ると読んだのです。このように春の桜と同様、古くからもみじは日本人に愛されてきました。歌や絵画などのモチーフとしてはもちろんですが、例えば着物や扇の柄としても頻繁に登場しています。花見のようにもみじ見とは言わず、あえてもみじ狩りと呼ぶ点も、桜の鑑賞とは別のニュアンスを含んでいるような気がします。狩るという言い方にはもみじの山を巡り歩くという意味があって、どちらかというとスポーツに近い感覚のもののようです。山や川、あるいは湖の上に船を浮かべて、岸のもみじを楽しむ遊びの船をもみじ船と言いますが、これなどもいかにも日本的な情緒にあふれた季節の楽しみ方と言っていいでしょう。紅葉の美しさは日本が世界に誇れる宝と言えるでしょう。日本ならではの明確な四季の気候の変化がもみじに、そして紅葉に都合がいい上に、美しく紅葉する植物が多く、しかも針葉樹や広葉樹が混成していて、色とりどりの紅葉の中に緑も混ざり、色の配合が美しいからです。紅葉する植物の代表的なものはカエデ類で、カエデ、ヤマモミジ、イタヤカエデなどの紅葉は見事です。その他、ウルシ科に属するツタウルシ、ハゼノキ、ヌルデなどや、食投げ科のミツバツツジやドウダンツツジなども美しく紅葉する植物です。秋になって気温や地温が下がると紅葉するのは、葉の付け根のところに離層というコルク層ができて、葉の炭素同化作用でできたデンプンや炭水化物が葉から茎の方へ転流しにくくなり、そのため葉の中の炭水化物が増加して、これが細胞液に溶けて紅葉の色素である化成素が増えるからです。紅葉は桜の開花とは逆に、北の地方や山の高いところほど早く始まります。多くの地方では朝の気温が9度以下に下がると紅葉が始まると言われています。紅葉の時期は年によって違います。また紅葉の美しさも年によって違います。台風の襲来を受けず、9月下旬から10月にかけて天気の良い年は美しい紅葉を楽しむことができます。ちなみに全国に紅葉の名所がいろいろありますが、栃木県の日光、長野県の黒部ダム、京都府の高尾、大分県の耶馬渓などは特におすすめです。古来山歩きそのものに禊の意味があると考えられてきましたが、つまりは山歩きで体を動かし、木々の生気に触れることがそれだけ健康にも良いということでしょう。秋の一日、紅葉をめぐる山歩きはいかがでしょうか。明日のテーマは葬にまつわる体験談です。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。皆様からのご質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には木曜日にご紹介しています。
層にまつわる体験談集時を超えてをプレゼントいたします。そしてもう一つ、グリーフケアの第一人者橋爪健一郎さんの著作、お父さん葬式はいらないって言わないでもプレゼントしています。本をご希望の方は本希望と書き添えてください。ご意見ご感想、そして本ご希望の方は住所氏名をお書きの上、メールの方は info@nara.fm 奈良 .fm へオフィスシオンの係までお送りください。お問い合わせは奈良 .fm へ 074224-8415 24-8415 へお願いいたします。家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。